アファナーシー・ニキー・チンは、ロシア人のトベリ出身の商人。ロシア人として初めて、また、ヨーロッパ人としては、ニッコローデ・コンティに次いで、インドを訪れ、記録を残した人物である。彼の旅行記は、三階渡航記の名で知られている。1466年、ニキー・チンは、故郷のトベリを旅立ち、交易のために、インドを目指した。まず、ボルガ川を下った、彼は、 アストラハン付近でタタールの襲撃にあったものの無事にカスピ海西岸のデルベントに到着した。ここでニキーチンはイヴァン三世の命でシルバーンのシャアートの交渉に向かっていた施設バシーリー・パピンと合流した。ここでニキーチンはロシアに戻ろうと試みたようであるが失敗しそのままバクーからカスピ海を渡ってペルシアに至った。彼はここで一年間過ごした。 1469年春、ニキー・チンはホルムズに着いた。ここからアラビア海を渡り、中継地に着くたびに超登竜しながら、最終的にバフマニー城のもとに到達した。ニキー・チンはここに3年間滞在した。彼自身の書くところによれば、ニキー・チンは馬の売買をして、生計を立てていたようである。滞在中、彼はペルワットムという聖地を訪れ、 これをヒンドゥーのイエルサレムと形容している。木とに着いたニキーチンは、マスカットやイエメンのファルタックにある王国、それにソマリアやトラブゾーンなどをめぐり、1472年に国会を渡ってクリミア半島のフェオドシアに着いた。その後ニキーチンは、トベリを目指したが、故郷を目前にしながら、同年秋にスモレンスクで没した。ニキーチンは旅の中で、 インドの人々、社会、政治、軍事体制や、経済、宗教、風俗、天然資源などを調査している。その資料は豊富かつ正確で、当時のインドを知る上で貴重な資料となっている。また彼は、ホルムズ、カンバート、コーリコード、ダボール、セーロン、バゴー、中国、その他アジアの、数多くの貿易都市や、ロイヤルエントリーなどの儀式、それに、 バフマニー城における世俗の様相、ペルワットムにおける盛大なし、そしてニキーチン自身によるロシア人とインド人などの比較といった極めて重要な記録を数多く残している。ニキーチンの旅から525周年を記念して1997にロシア中央銀行が発行した記念硬貨。ニキーチンのロシアでの姿を刻印している。 ニキーチンの旅から525周年を記念して1997にロシア中央銀行が発行した記念硬貨。ニキーチンのインドでの姿を刻印している。ニキーチンが旅した地は中継地点も含めてイスラーム勢力の支配下にあり、イスラーム商人が大きな勢力を持っていた。ニキーチンは旅行記の中でアラビア語やトルコ語のイスラームの祈りの言葉を キリル文字に転写するなどしており、彼のイスラームについての言及を研究した学者の中には、ニキーチンがインド滞在中にイスラームに回収した可能性を指摘している者も,もいる。ニキーチンが長きにわたりキリスト教徒の関わりを立ちイスラーム教徒の中で暮らしていたことについては、その苦悩を旅行記の中で何度も書き綴っている。まずもってニキーチンは、その旅を三つの海を渡る。 罪深い旅と呼んで、その旅行記を書き始めているのである。彼は旅行記の日付を、キリスト教式に書き続け、聖母や聖人の祝日を思い起こし続けようとしたが、ついにそれも思い出せなくなり、復活大祭や詩人大祭精神降臨祭といった重要な断食日も守れなくなっていった。そこでニキーチンは代わりに、イスラームの祝日に、ムスリムが断食に入った時に、 自分は断食を破るという虚に出た。また彼は旅に出て3年目にバフマニー城の主婦ビーダルにおいてキリスト教の信仰のために多くの涙を流した。旅行期の最終版には私、史上にして天と地の作り手たる神の僕たる罪深いアファナーシーはしばしキリスト教信仰、キリスト教信仰の洗礼、聖なる恐怖たちが定めた時、 人たちの教えなどについて、思いをいたし、ルーシに戻ることを決意したと、故郷とキリスト教の信仰に帰りたいという彼の思いが綴られている。ニキーチンの旅行記を三回渡航記としてまとめた二十世紀の学者、ヤーコフ・ルール家は、滑稽した者がロシアに帰れば激しい迫害を受けたり、殺されたりしたであろうことから、ニキーチンが実際に回収したとは言いがたいとしている。 もし本当に彼が回収したのであれば、ロシアに帰ろうとはしないはずだが、実際彼は当時リトアニア領であり、モスクワ大公国との国境にあったスモレンスクまで帰ってきていたことから、彼がロシアに帰ろうとしていたことは明白である。1955年、トベリシ政府がボルガカ藩にセルゲイ・オルロフの手によるニキーチンのブロンズ像を建てた。俗説によれば、 当時のソビエト連邦の最高指導者、ニキータ・フルシチョフがインドを訪問した際、インド首相ジャワハル・ラール・ネルーから、ロシアは最初にインドを訪れたロシア人を検証しているのかと問われ、ロシアにはアファナーシー・ニキー・チンの像が立っていると答えた。しかし実際にはそのようなものはなかったため、フルシチョフはネルーがロシアを訪問して、嘘を暴かれないうちにとロシアに電話して、 直ちにニキーチンの像を建てるよう命じたのだという。この像は2005年にトベリ集創設75周年記念切手の図版として使われた。また1997年にはニキーチンの旅525周年記念効果が発行されている。1958年モスフィルムで3回渡航機と題した映画が制作された。オレグストリジェノフが アハナーシーニキーチンを演じた。2000年、ムンバイの南 120km に位置するレブダンダ村にニキーチンの記念碑が建てられた。この地はニキーチンがインドに最初に足を踏み入れた地とされている。2006年、インドのアドベンチャラーズエクスプローラーズという団体がインド中モスクワ大使館やトベリシ政府の講演の下、ニキーチンの遠征を再現した。 これは14人のメンバーでトベりを出発し、ロシアから中東、中央アジア、インドとニキーチンの足跡をたどっていく旅であった。この遠征は2006年11月12日から2007年1月16日までかかり、インドのザヒンドゥー氏が数度にわたり、遠征の進行状況を報じた。インド到着後、さらにメンバーのうち2人が2007年3月にムンバイを出発し、SUV で ニキーチンのインドにおける旅路をたどった。インド洋には、アファナーシーニキーチンの名を冠したミヤマがある。ロシアのロックバンドアクアリウムは、アファナーシーニキーチンブギという曲を作曲した。また同じくロシアのパワーメタルバンドエピデミアは、ニキーチンの3階と後期を歌ったゼーを作曲した。トベリには、アファナーシーという銘柄のビールが存在する。小惑星ニキーチンは、 ニキーチンの名前にちなんで命名された。ありがとうございます。